どうも、伊藤です。さあ、今回もね、FIFA19、選手キャリアモード、イータやっていこうと思います。さあ、我らがね、ウルバーハンプトンは現在2位についている。で、かつブライトンとの差がね、1点差っていう、なかなかね、接戦なんですけどね。ちょっとね、負けが多くなってきちゃったね。ここに来て両者ともに負けがね、多くなって、これ勝ったり負けたりと、なかなかで、残すところ、残り3試合。はい。残り3試合あるので、もちろん全勝狙いでいきます。もちろん全勝狙いでいくんだけども、本当ブライトンが負けるか引き分けかっていう、もう本当他力本願になってるということで、もう最後まで目が離せない展開となっております。ということで、このままね、まあ、結局はね、確かね、プレミアね、昇格圏内にあるので、まあ、あと優勝をね、たらたら狙うのみでやっていきたいと思います。やっていこう。あー、ちょっと相手が先にいたな。はい、ナイス。よかった、取ってくれて。あいつがディオゴジョタだね。あいつが俺のミスをかわしてくれた。ありがたかった。ここでね、やっちゃったけど見事に取ってくれて、でここで俺もう諦めてた。もうね、俺は自分でもう無理だと思った。ありがとう。よっしゃ、じゃあ見たか。いきます。1、2、3、4、5、6、7、8。これがストライカーってやつ。これがストライカーの意地や。見たか。ああ、もうやだ。怖いよ。うわ、頭上を抜けてった。あれ、シャー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 決めたよ。
シャッ本当に決まってよかった。アディショナルタイム決めて、もうめっちゃ。もうやだ、怖い。あー、キーパー手当たってる。入ってよかった。あー、もうサポーター大歓声ね、もう一面飾りよ地元。やったNow Morris. Well, this could be the last attack for them. Novak. これを守りきれば終わりだ。しゃ。しゃ。Well, tremendous joy. The whistle does. Alan confirmed promotion for them. え、何？ Yes, it does. And 何？ You have your ups and downs during the course of the long.優勝した？優勝した？え？優勝した？優勝した？マジ？マジ？マジ？その喜び方って優勝？え？マジ？チャンピオンで、チャンピオンで、チャンピオン。やったぜ。違うな。プレミア昇格か。プレミア昇格が決まったんか。なるほどね。プレミア昇格か。いやー、よかったー。そうか、ずっとね、スカンソープとね、争ってたからね。はあ、よかった。俺の足にプレミア昇格がかかってたんか。そして、次節、最終戦。今度は、ブライトンとの、ね、チャンピオン争い。はあ、これはね、もうね、監督さん、てかもう、給料上げてもらわなきゃね。うん。まず、ブライトンが負ける場合、俺たちは、負けたり、引き分け、そう、勝つしかないんだよね。得失点差が多分、ブライトンが今、54でしょ？で、こっちは、41。うん、だから、得失点差ではまず、ほぼ逆転は無理だと思うから、並んだらダメなんだよ。だから、ブライトンが負けたら、うちは勝つしかない。で、ブライトンが引き分けても、うちは勝たなきゃいけない。うん。で、ブライトンが勝ったらもうおしまい。だから、うちはまず勝つしかないんだよ。うん。俺らはまず勝つしかないんだよ。あとは、ブライトンが、負けるか引き分けるかなんだよ。本当に、やばい。熱い。そして、ブライトンが、戦うのレディングか。レディングか。はいはいはい。なるほどね。熱いぞこれ。しかもウエストブロンウィッチでしょ？うん、5位じゃん。なかなか強いよ。なかなか強いよ。さあ、ということで、シーズン最終戦、ウエストブロンウィッチ戦、ブライトンが、負けるか引き分けるか、こっちがまず勝つしかない。ブライトンが、負けるか引き分けるかで、うちの優勝が決まる。熱い。熱すぎる。体力も厳しい。日程、過密日程の中。しかも大雨というね。この中で、7時45分、キックオフ。He has got some very talented lads up. And shoots! うわ！ Off the post and behind. 何それ？聞いてない。うわー、何それ。あー。ほら、うわー。なんてこった。すんげえ引っ掛けてんやん。うわー、ブライトン勝ってるよー。ブライトン勝ってるよー。これ無理かー。そろそろ決めたいね。うわ、もやんやってるー。
ふざけんじゃねえぞ。Oh dear, I feel for them, Alan. They wanted so much to win that league title. They can't do it now. No, they invested so much. いや、ブライトン強すぎでしょ。はい、ということでブライトンが見事チャンピオンに輝きましたね。はい。もういいよ。ウルバー何？大会祭、おー、ありがとうございます。あー、なんかありがたいね。EFL。はい。ベスト11決定。あれ、俺の写真が見当たらないな。でも、俺はいるっしょ。まあね、私は選ばれますよね。はい。そして私、ゴールデンブーツを受賞いたしました。まあもちろん、そしてね、それと付随して大会最優秀選手をいただきました。ありがとうございます。はい。ということで、シーズン最終戦を終えました。いやー、悔しかったね。この悔しさをバネにね、プレミアリーグで暴れたいと思いますよ。バルサが、CL 優勝。で、決勝がリバプールだったらしいね。リバプールとバルサ。なるほど、クロップ。ここでも決勝の弱さ見せてしまったか。ダメだよ、やめてくれ、俺。リバポファンなんだからさ、やめてくれよ。ね。まあ、楽しみだね、決勝。この動画が上がる、数日後ぐらい多分ね。うん。決勝やるからね。楽しみだよ。そして、EL、ミランか。なるほど。面白いね。お待たせしました。移籍期間の、お時間です。さあ、どっかから声がかかるでしょうかね。楽しみ、楽しみ。さあ、シーズン終了。リーグ目標の概要。ありがとうございました。アシストはね、8回以上しましたね。平均マッチレート、できてない。ゴール通算26、うん、厳しいね。うん、ゴールシュート率、うん、厳しいね。はい。残念でした。はい。ってことで、進めましょう。お！来ました、来ました。さあ、ちょっと一回ね、マイプロ見てみましょう。今シーズンのリーグ目標ですね。はい。やったねさあ、ということで、まずトレーニング設定していこう。さあ、これで行きましょうか、今シーズン。さあ、ということで、まずプレミアにどのチームがいいのかっていうとこ、ちょっと確認してみよう。ウルバー、ウェスタム、ワトフォード、トッテナム、サンサンプト、ノッティンガム、ニューカッスル、マンユー、マンシー、リバー、レスター、ハダスフィールドいいんだ。で、フラムもいる。あ、そっか。で、エバートン、クリスタルパレス、チェルシー、バーンディ、ブライトン、アストンビラ、アストンビラいる。そしてアーセナル。ほうほうほう。なるほど。アーセナル、チェルシー、リバポーマンシー、マンユー、トッテナム。6強はちゃんといるんだね。うん。まあ、あと、まあ、いつも通りの、かぶれですな。まあ、楽しみだね。まあ、プレミアで戦うってのも面白いんだけど、まあ、こっからね、俺の移籍次第だよね。移籍、この要請がね、オファーがね、どっから来るか次第によっては、別の、クラブに移籍するかもしんない。うん。プレミアはあくまで俺は最終地点がね、目標がリバプールだからね。ここで直接リバからかかることはないかな。だから他のリーグからだね。リーガか、セリエや、リーグワン。まあ、そこら辺かな。うん、行きたいのは。さあ、そしてどっからも声がかかることなく、いきなりドルトムント戦ですね。はい。やだね。ヨーロピアンインターナショナルということで、うわー、いや強いな、相手が。ムント、ビルバオ、ラツィオ。で、ここからもうリーグ戦始まると、プレミア。ここでもうね、因縁のブライトンがまたここに来るという、やらしいね。まあ、とりあえず、ここの3戦やっていきましょう。今シーズン、やっていきましょう。